ブラウンシュバイク市電はドイツの都市ブラウンシュバイク市内の路面電車1100ミ、mm、リメートルという独特の機間を有しており2021年現在はブラウンシュバイク交通によって運営されているブラウンシュバイク市内における最初の軌道交通は1879年10月1日から営業運転を開始した馬車鉄道であったこの馬車鉄道は途中にある 究極線の影響から、機関が各地の鉄道で標準的に用いられていた 1435mm よりも狭い 1100mm で建設され、以降その機関が2021年まで受け継がれている。一方、レールの形状については開通当初 U 字型の断面をしており、凹みの部分に台車を組み込むという形で運用が行われていた。これは通常の 絵の字型の断面では道路を渡る歩行者がつまずき、転ぶ危険性があることから採用されたものだったが、脱線が相次いだことで1881年までに絵の字型の断面を持つレールへの交換が実施された。その後、馬車鉄道の路線網は拡大し、1897年には総延長が1 4トルに達した。一方、 1890年代以降のドイツ各都市では馬車鉄道を最新鋭の交通機関、路面電車へ置き換える動きが加速しており、ブラウンシュバイクでも導入に関する検討が進められるようになった。河川を上空へ張り巡らせることによる都市景観への影響が問題視されたものの、最終的に全長1 0 5トルの区間を電化することとなり、1897年5月に、 着工した後、同年10月28日から路面電車の営業運転が開始された。路面電車に転換されて、以降もブラウンシュバイク市電の路線網の拡大は続き、1909年には市内に8つもの系統を持つ大規模な路線網が出来上がった。路線の複線化などの施設の増強も行われ、1914年からは、 後方に付随者を連結した二両編成の運行も開始した。第一次世界大戦中は負傷した兵士の輸送に優先して用いられ、戦後も1928年以降営業運転を開始した路線バスとの競争にさらされたが、それ以降も路線の延伸は積極的に行われたほか、1938年には路線バスと路面電車が ブラウンシュバイク市営事業の公共交通部門による運営に統一された。1937年時点の路線総延長は 36.2km であった。だが、第二次世界大戦中は従業員の徴兵などにより、路線バスと共に本数の削減を余儀なくされ、1944年の空襲によって壊滅的な打撃を受けたことで長期の運休を余儀なくされた。 復旧が始まったのは翌1945年6月以降となり、戦前の路線網が完全に復旧したのは1952年となった。また、その過程で終電装置が従来のポールからパンタグラフへと交換されている。戦後、西ドイツの都市となったブラウンシュバイクでは、他都市と同様にモータリーゼーションが進展し、1954年の 英語線を皮切りに、いくつかの路線が、路線バスへと置き換えられる形で廃止され、1969年時点で、路線網は 12km にまで縮小した。だが、その一方で、翌1970年には、ハイドバークへの延伸が実施されたほか、1978年には、ブラウンシュバイク西部へ向かう、全長 6.1km の新規路線が開通した。車両や、 施設の近代化も継続して行われ、連接車の導入が実施されたほか、1970年代以降は、運賃の支払い方法が、乗客自身が国印を行う信用乗車方式に変更された。さらに1987年には一部区間の線路が移設された際に旅化軌道が導入された。一方、運営組織についても1971年以降、 ブラウンシュバイク公共事業の子会社として設立された、ブラウンシュバイク交通へと移管されている。ドイツ再統一後の1992年、ブラウンシュバイク市議会は、市内の路面電車網の拡張を決定し、それに基づき1998年以降2006年まで、複数の段階に分けて、路線網の拡張が行われた。さらに、同年代以降は講述する。 新たな路線網の拡張計画、シュタットバーンプラスが進められている。また、車両面についても1995年を皮切りに、バリアフリーに適した、超低小電車の導入を積極的に進め、西ドイツ時代に製造された高床式車両の置き換えが行われている。一方、1998年には、ドイツ鉄道との直通運転が計画され、支電区間は、電車、 ドイツ鉄道の区間は、機動車として走行する、バイモード車両の導入が検討された。それに基づき、一部区間については、従来の軌道の外側に、標準機に対応したレールを付設する参戦、軌道化工事が実施されたものの、車両の開発、導入費用をはじめとした問題からこのプロジェクトは2010年に中止されている。2021年現在のブラウンシュバイク支電の、系統は、 以下の通りとなっている。2021年の時点でブラウンシュバイク市電に在籍する営業用車両は以下の通りである。車両番号の上2桁の数値には製造が実施された初年の下2桁が用いられている。これらのうち床上高さが高く上高扉付近にステップが存在する高床式電車については超低床電車への置き換えが進められている。また、 これらの車両に加えて、ブラウンシュバイク市電では営業運転を終了した車両のうち3両を胴体保存しており、団体、観光輸送に対応している。シュタットバーンプラスの計画路線積み取り線が延伸予定区間ブラウンシュバイク市電では、今後のブラウンシュバイクの人口増加や都市の発展による公共交通網の拡充を目的に2013年から ブランシュバイク市を主導とした大規模プロジェクトシュタットバーンプラスが進められている。これは従来路線網が存在しなかった市内の主要箇所へ向けて路線網を拡張するもので2030年までに以下の6区間全長約 18km の新規路線が開通する予定となっている。ありがとうございます。